こんにちは、ヒョクです。こんにちは、ヒョクニダ。皆さん、デイジキンです。ヒョクの一軍コスメの中でも、マジでトップにいるスキンケアの成分が大変なことになっております。どうしよう、どうしよう、どうしよう。これ動画にしたら、また僕の買う分がなくなってしまう。っていうのは、まあ半分冗談ですけれども、今日は私ですね、とてもとても気合が入っております。ウキウキもしておりますよ。それもそのはずです。僕が愛してやまない一軍のコスメ、皆さんご存知かと思います。じゃん。これリニューアル後の商品でございますが、僕の一軍愛用コスメで動画で紹介してから劇的に売れて品切れまで起こしたのがこちらなんですよね。しかもね、これを買って使った視聴者さんから SNS の DM とかでね、僕ね、これのおかげで肌が良くなったよ、ヒョク君ありがとうというたくさんのメッセージをもらいました。ありがとうございます。もうそのおかげで、ああ、紹介した回があってよかったって思いましたもん。そうなんです。みんなの肌の味方であるヒョクは、なんと、共産とは関係のない動画でもこのクリームを幾度となく紹介してきました。それぐらいね、大好きなクリームでもあり、僕のベスコスの中にも入っているクリームなんですね。ですが、これがなんとリニューアルされたんですよ。拍手。そうなんです。ボタニックヒールボーからバイオヒールボーっていう名前にブランド名も変わり、さらに中身も大きく変わりました。アップグレードですよ、本当に。しかも今回このリニューアルに伴い、オリビアングさんからこっそりとね、ヒョクさんのチャンネルのみで公開する隠れたイベントクーポンを用意しておりますよ。とのことで、僕のチャンネルのみ、なんと、この隠しクーポンは1500円割引だそうです。わお前回もね、やっているとは思うんですが、今回も多分秒でなくなるかもしれませんので、今回も先にクーポンをね、概要欄からゲットしておいてから、この動画に戻ってきてくださいね。はい、なくなる前に先にクーポンをゲットした方は、ここから続きをどうぞ。リニューアルしたこちらなんですけれども、もともとのブランド名がボタニックヒールボーでしたが、新たにバイオヒールボーという名前に変わりました。はい、これはもう皆さんもねご存知だと思いますね。僕が大好きなブランドですから。高機能性スキンケアブランドですが、いい点がまず一つ目は、既存の商品が成分と効能がアップグレードしました。そして二つ目は、既存にはなかったが新しく発売されて、それもねさらにアップグレードという、このブランドがね大好きだからこそ、もうアップグレードと聞いた時はもう商品のね特徴とか成分とかもう早く知りたくてね、一応化粧成分検定を持ってるから、もう成分早く見たい見たいって思っちゃって、で資料をもうネットでねもらって、もうすごいもう血まなごでずっとこうやって見てましたね。あ、この成分知らない、あみたいな。でいろいろ調べまして、このアップグレードしたバイオヒールボーの中でも2つ僕が大好きなラインがあるんですよね。それがプロバイオダームラインとパンテノールシカライン、この2つのラインが大好きで、良さも知りつつ使用感などもねお伝えすべくたくさん使わせていただきまして、個人的にそれぞれのラインの中でこれは買った方がいいというものをおすすめ度の高いものから順番に徹底解説していきます。僕の動画のね特徴といいますか、こうランキングとかねおすすめしたいものをまず最初に言うっていうね。もうその方が皆さんね、こう動画、ああまだかな、1番まだかなっていう風にこう悩むことがなくなると思いますので、ということでまずアンチエイジング最強のこちらです。バイオヒールボープロバイオダームライン。プロバイオダームラインはですね、アップグレードの中になんと、あ、なんと特許成分が追加されました。素晴らしい。こちらですね、なんとテンションバイオームという特許成分でして、肌の弾力と張りを与える8種の肌構成要素に効果が望まれて、肌の乾燥、シワ、毛穴のたるみ、色素沈着といった老化の兆候を予防してくれるアンチエイジング系のスキンケアの中では、なんとプロバイオダームだけの成分だそうですよ。そして僕がね、もう動画はもう初期の頃からかな、美容系に特化してから、もうずっと口を酸っぱくして言ってるんですけども、二十歳を過ぎたらアンチエイジング始めましょう。二十歳を過ぎてる皆さん、ちゃんとされておりますか？ではね、そんなプロバイオダームラインの中ね、もういろいろあるんですよね。リニューアルしたものとか、もういろいろたくさんあるんですけども、何を買ったらいいのかと、そんなヒョク君みたいにあれもこれもたくさんたくさん買えるわけないがなってね。ということで、プロバイオダームの中で一番おすすめのものを一つだけご紹介いたします。一番のおすすめはこれです。バイオヒールボープロバイオダームリフティングクリーム。
言わずも知れたアンチエイジングのねスキンケアといったらもちろんこれなんですが、これねリニューアル前のボタニックヒルボだった時の商品もね僕何度か動画で紹介させていただいたんですよ。これすごくいいよって。僕もう30になるけど未だにね、まあ、自分で言うなんですけど若い肌をこう保っていられてるっていうのもアンチエイジングのおかげも結構大きいと思うので、そんな一群クリームとしても前々から紹介してきましたが、今回のねこのリニューアルに伴ってアップグレードした中身が本当に僕好みなんですよ。化粧品成分スペシャリストモードチェンジ。はい、まず皆さんこちらですね、この商品なんですけれども、ペプチドコンプレックスが従来の粒子よりも小さく肌の奥深くまで有効成分を浸透。これペプチドはですね肌のハリケアによく使用される成分で有名ですね。そしてこちらなんと成分の中でもその特許成分であるテンションバイオームが 22% 配合されておりまして、丈夫で弾力のある肌作りを手助けするバイオヒルボの独占特許成分でございます。確かにねこれねリニューアル前の商品に比べてテクスチャーが少しだけ肌への浸透を高めるためにちょっとわざと重くしてると思うんですけども、もしくはテンションアップさせるがためのものでもございますが、今のこのクリームのテクスチャーが僕はすごく好きなんですよね。ちょっと重たい感じがいいんですよ、夜用だから基本ね。さらにねこのテクスチャーが重くなった由来の一つでもございますが、プロバイオティクス含有量が 12.3% アップしております。そう、このねプロバイオティクスのね含有量、この成分がそもそもいいんですよね。毛穴が気になる人にはもってこいの成分でございまして、肌にねハリが出てくると毛穴もだんだん気にならなくなってきますし、キメも整ってツヤのある健康な肌に見えてきますよね。それをねちょっと高いお金かけてやる方法が一つあるんですよね。まあ皮膚科とかで行くとさ、こうダーマペンでこうやる肌ケアあるじゃないですか。ああいうのってまさにそうなんですよ。肌を刺激させてハリとかこう弾力を与えて、こう少しでもね毛穴とか目立たなくさせるんですね。そういったものをこういうクリームで補えるっていう。ちなみにこのクリーム今回はねこれセットで、こうマジでまだ新品なんですよ。普段から愛用したものがあるからまだ開けてないんですけれども、こちらまあ、ここにも書いてあるんですが、中身を開けますとですね、クリームの他にこういったコットンと、さらにはこれなんとリフティングアンプルまでついてるんですよね。2本、7ミリのが2本ついてるんですよ。これを合わせて一緒に使うとよりいいですね。まあ、それのねもっと大きいバージョンがこっちなんですけれども、今回はこのプロバイオダームシリーズいろいろたくさんございまして、その中でも僕が一番これはおすすめだなっていうものはクリームだったんで、ちょっとクリームだけに絞らせていただきました。あれもこれも買うってなるとちょっとね皆さん結構お金かかると思うんで、まあ1個だけこれは持っといても皆さん損はないよっていうクリームはまあこれですね。ちなみについででちょっとご紹介いたしますが、こっちのねアイクリームの方、目尻のリフティング&シワケアの臨床テストが実施済みなんですよね。で、認証を受けているからこそ目元の弾力ケアの効果をドヤ顔で言えちゃうんですよ。このアイクリーム。なので20代後半でちょっとお金に余裕があるよっていう方はこのアイクリームもおすすめです。さて次はですね、10代から20代前半でニキビとかかさつきなど肌トラブルに悩んでいる方におすすめしたいパンテノルシカラインです。で、このパンテノルシカのねクリーム、特にこれね、これを買った人でリアルに何十人という人から僕 DM でお礼を言われるぐらいすごい好評だったんですよ。で、こちらもですねパンテノルシカラインたくさん商品ございますが、その中でも僕がまあ一番おすすめしたいなっていうものをちょっとご紹介いたします。ということで、一番これは買っときっていうものはもちろんこのクリームですね。バイオヒールボーパンテノルシカブルミッシュクリーム出ました。ヒョクのあ、一軍も一軍。はい、ベスコスのこちらね。そのままでもめちゃくちゃ良かったのに、なんとね、ブランド名が変わると同時にアップグレードもされたんですよ。改めてこのクリームの使用感とか、まあ良さを説明いたしますと、これももちろん僕普段から愛用しておりますので、こちらももちろんね、シカ成分とパンテノール成分の組み合わせが本当に最高なんですよ。ね。シカ成分であるツボクサエキスによって肌荒れを落ち着かせて、さらにはクレンジングやピーリングなどで落ちてしまうキメを整えてくれます。そしてそれをね整えただけではまたね落ちてしまうかもしれないじゃないですか。そこでこのパンテノール成分が効果を発揮してくれるんです。パンテノール成分により肌を守るバリア機能と保湿を補うことで、ニキビ肌や敏感肌に最適なクリームです。そしてもちろんヒョクの大好きなノンコミノジェニック製品です。毛穴の黒ずみであるブラックヘッド、
ッドや、あとは白い角栓とも呼ばれるホワイトヘッド、それらの減少、さらにオイリー肌の人には嬉しい皮膚の過剰な油分に対する減少効果も期待できるんですよね。だからもうほんと毛穴マスタークリームですね。もう別名毛穴マスタークリーム。勝手に命名。で、アップグレードポイントはですね、2つございまして、これもねバイオヒールボーならではの特許成分がねあるんですよ。特許有効成分、その名もバイオフレキシブルリポソーム。柔軟に変形させた独自技術により、パンテノールと歯科成分をより効果的に浸透させて、さらには肌荒れを防ぐバリア機能がアップされたそうなんですよ。はい、こちらもですねコットンも入っていて、まあ、これがメインの、一番このメインのクリームで、あ、ちゃんとスパチュラも入ってますね。あ、上も同じクリームですけども、あ、これはいいね、なんか横先とかに持ち運びしやすいね。そっか、30ミリアップ、なるほどね。ちなみにこの特許成分はもちろんバイオヒールボーならではの技術でございまして、他のパンテノールと歯科を組み合わせた化粧品ではもちろん見たことないんですよ。それはそうです、独占特許成分ですから。二つ目はですね、お客様の悩みにより天然のエッセンシャルオイルを除いて無香タイプに変更しました。僕も肌が荒れそうな時はこれを塗りますし、なんならね重ね塗りしてから寝ると翌日の肌がめちゃめちゃいい感じになります。それがこちら、バイオヒールボーパンテノール歯科ブルメッシュアンプル。はい、このアンプルはもちろん普段から僕もね愛用しておりまして、これねセラム大魔王の動画にも出ておりました。そのセラム大魔王が超おすすめする最強アンプルの一つですね。でしかもアップグレードバージョンという。何度もねいろんな動画でこれの良さは説明してきたんですけれども、その度にね一時的に品切れとか品薄になっているそうでして、今回もねちょっとあんまり、なんならちょっと教えたくはないんですよ。僕が買えなくなったら困るから。まあただ今回はねお仕事としていただいてるんでしっかり説明いたしますが、パンテノールの含有量が最も高いです。なのでつけると秒で肌がもちもちとなり、潤いたっぷりの肌になります。とにかく浸透率が高いんですが、それがねアップグレードされて、さらに効果的にバリア成分を吸収させるようになったそうです。はい、バイオヒルボのパンテノール歯科ラインをちょっと説明してきたんですけども、ちょっとここでね一つ脱線してもいいですか。これはね本当はね秘密にしたかったレベルなんですけれども、実は僕がね去年の夏めっちゃ使ってたトナーが、それもねオリーブヤングさんのところで販売してるものなんですね。これなんですけれども、これ多分皆さん動画で、あ、ヒョク君の動画で見たことあるっていう人もいらっしゃると思うんですが、これね見て、2倍の量入ってるんですよ。僕が持ってるものに比べて。なんだその大容量はと思って。こちらはですねプリングリン T3 シカスージングトナー、なんと新しい方は 510ml ですね。僕が持ってる方は 250ml、2倍以上やん。で、いろんなね、2020年グローピックアワーズのルーキー賞を取っていたり、2020年ビューティープラスのピックにも選ばれていたりとか、普段からもまあ人気の商品ではあるんですけども、多分日本でそこまでね、正直こいつなんですが、浸透はしてなかったんですよ。で、僕は個人的に使っててすごい気に入ってたんですね。で、これも、まあ、夏しか使ってなかったんですけれども、もう半分ぐらいしかないんですよね。この辺。T3 成分特有のクーリング感があって、ウォータータイプなのでテクスチャーも軽く、スッキリと肌表面の角質ケアもできるトナーなんですよ。で、夏のね、この肌に熱を持ちやすい時期は夜、特にこのトナーをT ゾーンとかによく使っておりましたね。まあ、なのでこのトナーを勧めたい人は、さっぱりしたテクスチャーで鼻周りとかザラザラしている角質を毎日整えたいっていう人におすすめですね。もちろんこれもねノンコメドジェニック製品でございまして、ホワイトヘッド、ブラックヘッド、そして皮脂分泌が気になる人におすすめのトナーですね。で、肌質はどんな人におすすめかっていうと、まあ、正直乾燥肌よりは、これちょっと正直で申し訳ないですけども、乾燥肌よりは、まあ、混合肌からオイリー肌の人にぜひ使ってほしいものですね。僕は夏だけ T ゾーンがちょっと混合肌チックになるんですよ。他はすごい乾燥なんですけど、 T ゾーンだけが混合肌になるんですよね、夏だけ。ということで、パンテノール歯科ラインにもう一回戻りまして、もう一個だけおすすめするとしたらこちらですね、バイオヒールボーパンテノール歯科バリアクリームミスト。これもですね、リニューアルしておりまして、外出時にすごく使いやすくなりました。正直ね、リニューアル前に比べると、まあ今のやつがもう 200% いい。僕の中では。
メイク後もいつでも使えますし、これ皆さん見て分かる通り2つの層になっておりますよね。なので使う際はこうやって上下に振って、上の層と下の層がしっかり混ざっているのを確認してからミストを使ってくださいね。で、僕のこのミストの使い方なんですけれども、この前の外撮影が2つ続いた時の間で、本当に軽くちょっとファンデを直したい時に、顔をまず100均のパフでちょっと軽く油分を取り除いてから、このクリームミストをねシュッシュッて、まあ今まさに使えるんですよ。今メイクしてる状態なんですけど、振った状態でこういう風にかけて、あのシャッシャッっていうミストではないんです。すごく使いやすいです。わあわあってかかってくるミストがで、少しまあミスト軽く肌になじませてから、再度クッションファンデで整えるとすごく良かったんですよ。ただの水溶性のミストではなくて、クリームミストなので水分と油分を整えてくれる感じですね。はい、オルダイングでなんとブランド名ごとリニューアルという大々的なアップグレードをしたスキンケアですが、いっぱいある中で今回動画の中で紹介させていただいた5つは、正直僕自身の目線で気に入ったもののご紹介でございました。これもね、別に何を紹介してくださいって言われてないんですよ。バーってバイオヒルボーの商品をねリストとかもらって、商品とかもテストさせてもらって、その中で、あ、じゃあ僕この5つ紹介したいですって僕から言いましただ本当に僕が気に入ったものだけをご紹介させていただいております。ただね、この5つですらちょっと全部は買えないよ、ヒョック君そんなこと言われたってそんなお金ないんだよと言われるかもしれません。なので今日紹介した中でもさらに絞るとしたら、あー迷いますが、若さを保ちたいならエイジングケアを優先として、このプロバイオダームリフティングクリームですかね。で、ニキビや赤みなど肌荒れケアを優先したいなら、コスパの良さでもう断然これですね、パンテノールシカブレミッシュクリーム、クリームが僕の中では最優先で購入すべきものかなとは思います。まあ、一番肌に違いがすぐに出るというか分かるというか。で、このクリームなんですけども、リニューアル前のものとかね、僕も何度も紹介していたので、持ってる方はいらっしゃると思います、これのリニューアル前のものとかね。その場合はこれを新しく買うのもいいですけども、まだ使い切ってないよっていう人は、まあアンプルでもいいと思いますね。この動画を通して皆さんがオリビアングの今回のセール&枚数限定の隠しクーポンで上手な買い物の手助けになれていたら幸いでございます。ヒョクチャンネルの視聴者限定の1500円割引クーポンはお一人様1回のみ使用が可能でございまして、さらには枚数も限られておりますので、お早めにゲットしておいてくださいね。ちなみに9月15日まで使用可能だそうです。楽天スーパーセールを迎え、最大 70% の割引もございまして、さらにはポイントも最大10倍貯まるという、しかもなんとオリビアングで商品を買うと購入者全員にオリビアングからのプレゼント贈呈もあるのかなオリビアング商品を得して買うなら、もうほんと今がチャンスです。クーポンやオリビアング公式ショップの URL など、詳細は概要欄にあるリンクをぜひチェックしてみてくださいね。それではご一緒に今日より明日綺麗になりましょう。以上、ヒョクでした。バイバイ。